中山明は日本のギタリスト。プラスチックツリーのギタリスト、コールタール・オブ・ザ・ディーパーズのサポートギター。また、自身のユニット、デート・いうではギターボーカルとしても活動している。北海道釧路市出身。救命義は明。1994年3月、サポートをしていたビジュアル系バンドプラスチックツリーにギタリストとして正式加入。 2002年頃からプラスチックツリー内で作曲をすることが増え、2003年に初の作詞、作曲となるライラックを発表後、し、曲の両方で楽曲作りに参加している。2020年11月、アキラ中山名義でソロ活動をスタートすることが発表された。この発表と同時にソロ初のアンマンライブを自身の誕生日に開催することも決定。 ライブは、ジェスター、フラクチャードアフターチェーシング、A シープと題して、2021年1月16日に、東京、渋谷ウームで、昼夜に公演が行われた。ライブ、ミュージックビデオごとに、様々なギターを使用している。最愛のギターは、ウォッシュバーンの N4。エフェクター等の機材にもこだわりが強く、ロランミュージックナビのインタビューや、 ズーム等の機材メーカーサイトで語っている。コールタール・オブ・ザ・ディーパーズに影響を受けたサウンドを持ち、トロイメライから作曲において多作になる。当該時期は、プラスチックツリーをディーパーズにするなとの批判の声もあったという。また、主に中山作曲楽曲には、ディーパーズの奈ら先が何らかの形でクレジットされているものも多い。身長170センチメートル。 血液型は A 型。ヘビースモーカーであり、腕に有刺鉄線、胸に世に、背中に鳳凰など、全身にいくつも入れ墨を入れている。コーヒー牛乳、シュークリーム等、甘いものが好物。小食であり、山崎のコッペパンとイチゴオレで十分としている。回転寿司も数皿しか食べない。 サポートやユニット以外での交友関係の代表として、ムックのミアが挙げられる。ギターを借りたり、お互いのギターを並べ写真を撮ったりとしている。仕事ではマックを愛用。好んで聴いている音楽に、フランクザッパ、オジー・オズボーン、キング・クリムゾン、エクスタシー等が挙げられる。ありがとうございます。